聞こえてます。それではですね、12時お時間となりましたので、ただいまより始めさせていただきます。本日は宮崎県北部医療関連産業振興等協議会主催のオンラインセミナーにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。本日司会を務めます、移行研究者の寺尾と申します。最初に事務連絡でございますけれども、質疑応答は Q&A よりお願いいたします。で本日はですね、第6回最終回でございますけれども、スペシャルゲストの方にもご登壇いただけるということで、大変楽しみにしております。私からの、事前の案内は以上でして、早速吉川先生にもトンタッチしたいと思います。吉川先生、ご準備できましたらお願いいたします。はいはい、では今日もどうぞよろしくお願いいたします。私の背景をご覧いただきますとですね、あ、いかにもなものがありますよね。はい、チキン南蛮です。チキン南蛮なんですけれども、関西でも食べられなくはないんですが、全然違います。本当に本場は全然違うなというのがありまして、皆さんとお会いして食べたいなというのが正直なところなんですが、なかなかそれは難しいなというのが残念ながら今の状況だと思うんですね。で、今日もですね、気軽な形で学びをして、そして、展望を持ちたい、そんな考え方で、進めたいと思います。それでは第6回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、では次のスライドお願いいたします。で、今日のお昼の学びなんですけれども、職場で流れるラジオのイメージで気軽に学んでいただいて、でもずっと使えるっていうことを大事にしてるんですね。で、そして今、社会が大きく変わっています。もともと変わってたんですけども、それがはっきり見えてきたというのが今の時代なんですね。で、ここまで皆さんと一緒に学んできたわけなんですけれども、という間に第6回がやってきました。で、同じように前回の振り返りをしたいと思います。次のスライドお願いいたします。はい。もう本当にあっという間で、3ヶ月っていうのはどうなんだろうっていう感じだったんですけど、本当にもうあっという間だなっていうのが、事務局メンバーもみんなと共有している意見です。で、そこでですね、前回までの振り返りをしたいと思います。最初はですね、薬機法の基礎というところから入ったんですけれども、第4回、第5回を応用編、実践編という形で進めてきました。で、前回がですね、開発と薬機法の手続きをちゃんとリンクさせていきましょうと。で、そしてですね、手続きっていうふうに考えるんじゃなくて、そこに書いてある何が求められているのかっていったことを利用しましょうという話をしました。で、そしてですね、ここまで皆さん病態整備についてお話をしてきたんですけども、整備したことはちゃんと活用しましょうという話をしたんですね。で、今日なんですけども、さあ、本当にビジネスに飛び込んでいきましょうということでですね、さあ、飛び込みましょう。地元で言えばお船出ってやつですよね。そういう形でいきたいと思います。で、そして今回ですね、これからの医療を見つめてというのがテーマです。新しい医療へ参画するために、どうするか、新しい医療ってそもそもどういうことなんだろうということと薬機法との関係性ということを考えていきます。で、そして、このこう番組でしかやれないんですけども、スペシャルトークをやるんですね。で、それもですね、他の地域ではまずできないなと思うことをやりたいと思っております。それを皆さんと楽しみながら進めていきたいなと思っております。では次のスライドお願いいたします。はい。で、皆さんが感じておられること、特にですね、アートとか福祉のところにすごく言われるんですけど、今私たちはどんな感情を抱いてますかっていう問題があるんですね。で、それはビジネスの中でも同じように問題になってると思います。で、これからどうなるの？何をしたらいいの？何が起きるの？いろんな考え方あると思うんですけども、イノベーションフォーラムみたいなところに出席しましてですね、混沌や不透明の中でこそイノベーションが起きます。ということはよく言われるんですね。本当そうだと思います。だけど、当事者にとってみれば、どうしたらいいのっていう感情は必ずついて回るんですね。で、その向こう側にあるもんなんですけど、正解が見えない中でドライビングセンスが必要なんですよ。
で、私たちは育てられるときに正解があって丸をもらってってことが多かったと思うんですけども、そうではなく正解が見えないか、もしかしたらないかもしれない、作んなきゃいけないかもしれないっていう中で、どうやって一歩ずつ進めますかっていうのがこれから必要な考え方なんですね。で、これ、遊園地に行くとよくわかりますし、宮崎空港に素敵なものがありますよね。あの飛行機の模型じゃないけど本物が置いてあるんですけど、あれをイメージしてもらったらいいと思うんですが、パイロットって紐のない飛行機を操縦してますよね。でもライセンス持たない私たちは紐がないときってどうしようと思っちゃいますよね。それどうやってパイロット飛んでると思いますか。で、パイロットって分かってる範囲の中で判断しながら飛んでるんですね。で、分かってることって何っていう考え方が必要なんですよ。こういうことがドライビングする中で必要なんです。で、次のスライドをお願いいたします。はい。で、そこでですね、分かってること、それから何かやろうとしていることといったことにちょっと話を進めたいと思うんですが、最初の回でもお話ししましたけれども、人口構成が大きく変わってるんですね。これの人口問題の研究所さんの内容を、厚生労働省のホームページから引っ張ってきたんですけども、人口ピラミッド、玉ねぎみたいなのだったのがヤクルトの瓶みたいになって、最後はろうそくみたいになりますよという形なんですね。で、これ人口のバランスが崩れていることも問題です。そしてですね、医療従事者の数はそれほど増えることはないです。私たち働きながらの治療も必要なんですね。で、暮らしの中に医療が入ってくる必要があります。なので、デジタルトランスフォーメーション、DX での解決を狙いましょうということが今叫ばれているわけです。次のスライドお願いいたします。で、これすっごく大事な概念なんですね。で、デジタルトランスフォーメーションって叫んでるけど、じゃああれどういうことなのって言った時に、ざっと掴んでいくことはなんかできなくはないけど、理解して行動にしていくってのはすごく難しいんですね。なので、まず分けてみることが必要なんですよ。で、市民の暮らしにとって DX って何？患者さんと家族関係者にとってどう？そして医療従事者にとってはどうなんだろう？そして製造から流通を担う企業さんにとってどうなんだろうといったことを分けるんですが、共通しているのは実はつながりってことなんですね。コネクテッド、IoT もコネクテッドなんですけれども、何をしたいか、何を実現したいかっていうところを考えることがすごく重要なんですね。次のスライドお願いいたします。はい。で、市民だと健康管理の効率化だとかデータの管理っていうのがあるんですね。何回目かでお示ししましたけども、時計の中に仕掛けをするという、こういうのもありますよね。で、健康の管理、増進をする。そしてですね、患者さんと関係者にとってみれば、生活の支援であったり、治療の支援があります。最近非常に、発達しているのがですね、治療支援のアプリなんですね。こうしたものが暮らしともつながっていくっていったことがあります。例えば、車椅子で通れるところのマップを作るとかね、こんなのもありますよね。それから薬の飲み忘れを防ぐというの、こんなのもありますね。そして、医療従事者にとってどうかなんですけれども、例えば病院の中の流通を効率化していく、どこに誰がいるかをはっきりさせる、これも大事なんですね。そしてですね、安全性の強化も大事です。例えばリスクがありそうなことについては、あらかじめ、お知らせをするとか、こうしたらいいよというサジェスチョンなんかもあるんですね。こんなのもとても大事です。そしてこれが皆さんにとても関係するんですけども、製造と流通の側も大事なんですね。生産の効率化、それから流通の紐付け、そして記録、こういったものもですね、つないでいくことで非常に、役に立つものになります。で、例えばですね、オフィスオートメーションの道具見てください。最近つながってると思いません？なんでかいつの間にか、連絡が来てですね、そろそろこれの部材が切れますよなんて教えてくれるわけですね。で、それと同じようにそろそろ生産した方がいいよとか、今、これがたくさん出てるから計画立てましょうっていうようなことがあれば効率化できますよね。で、こうしたものをつなぐ基盤っていうのも
とっても大事なんですね。マイナンバーカードがこれからどういうふうに進んでいくか、大変注目すべき部分だと思っています。はい、次お願いいたします。じゃあ、ここまでのお話、実は薬機法の改正とすごく関係してるんですね。トレーシングだとか情報提供のあり方っていうのが昔と違ってもっと良くなってきます。例えば添付文書とかそういった情報提供の改善で、昔だとなんか紙でしか配られてなかった時代などは、一生懸命本を探しに行ったり情報公開なんかでいろいろ見に行ったりもすごく大変だったんですけども、現在はドクターのオフィスのパソコンでも添付文書を見ることができますし、一般の人だって見ることができるものも増えています。情報開示ですごく変わってきてるんですね。特に安全性情報なんかは、できるだけ、ネットの上に載っていくわけです。で添付文書の改定とかね、そんなことも載せていくわけですね。なのでこういう情報も電子的に提供するということで、改善していくわけです。でそれから、さっきつないでいくという話をしましたけれども、製品に対してですね、いろんな紐付けをしていきます。そうすると例えば識別コードをつけるとか生産と流通の管理にも皆さんの役に立つわけですね。患者さんがどれを使ったかといったことも分かるようになりますし、実際生産のものがどこにあるかといったことを知るにもこの仕組みっていうのは非常に重要で、でちょっとこの QR コードですね、後で、再生した時でもいいので、ちょっとかざしてみてください。なんか出てきますから楽しみにしておいてください。はい、次お願いいたします。他にも薬機法の改正で新しい方向へ向けていくというのがあるんですね。優れた医療へのアクセス改善です。リスクとベネフィットの話はとてもよく出てくるんですけれども、医療へアクセスできないということはリスクなんですね。そういったこともあってアクセスの改善によって医療をもっと良くしていきましょうというのがあるんですが、優れたもの、例えば今までになかった優れた性質を持つもの、先駆的なもの、それから、満たされていなかった、ニーズを満たすもの、特定用途といったようなトラックが増えておりますし、それ以外にも変更計画、それから条件付き早期承認制度、イダテンやフェニックスといったような仕組みを導入してですね、できるだけ早く現場に届けることができるといったことを法改正で実現をしています。はい、次お願いいたします。で、こういったトラックが整備されているんですけども、ちょっと大事なのはね、皆さんが計画を立てることにあるんですよ。なんかこう手続きが楽になったっていうことではなくて、計画して利用する、それができれば届け出で済むとか、そういうメリットが大きくなりますし、また、宮崎エリア、県北エリアで行われているような外科的なものなんかだと応用展開ができるようになるんですが、合理的な市販後評価が必要ですよっていうふうにちょっと仕組みが必要です。こういった視点が求められますけれども、ぐっと環境が良くなっていくということが、期待できるわけですね。はい、次お願いいたします。で、早速なんですけど、スペシャルトークをしたいと思います。で、今日2人お願いしてるんですけども、安井の新殿さん、そして、眼圏東病院の富岡さんのお願いするんですが、お二人ともですね、新しいことを扱ってらっしゃる方なんですよ。そして熱いハートをお持ちです。ですからぜひぜひというふうに思っています。で、じゃあ新殿さんから、ちょっとお話をこう最初進めていこうと思うんですけれども、この新殿さんとの関係というのがね、非常に面白くてね、このメディカルタウン構想が始まって割と早くからお付き合いのある方なんですけれども、業態の整備でですね、結構大変だと思い入れがあるんですよね。で、新殿さんのところに行って、安井さんが、業態整備するときに、いろんな苦労されてたっていうのがあるんですね。で、それをサポートするというお仕事から始まって、いろいろとお付き合いをさせていただきました。で、新殿さん、ちょっと出てきていただけますか。はい。はい、いいですか。ちょっとインタビューです。はい。で、新殿さんとお出会いをしたのは、はい、業態の整備というところから始まったかと思うんですけれども、やっぱり業態を取るのは簡単じゃなかったですよね。
で、その時に私がすごく注目したのが品質をね、どうにかしていく、ちゃんと確保していくっていう苦労されたかと思うんですけど、その時にどういう頑張りをしていただいたんでしょう。その業許可取る時ですよね。はい、そうですね。まずその当時その薬事の知識もなかったので、まあその、まあ、勉強もいっぱいしましたし、まあ、その行政にも何度も足を運んで、いろいろこう説明していきました。はい。で、あと周りの工場の人たちとの交流とかいろんなこともヒントだったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、どうでしょう。そうですね、その、まあ、製造の環境だったり、まあ、そういうところも、まあ、うまくこう活用しながら、そのものづくり、医療機器として作れるような環境とかの整備も、そうですね、周りの人と協力して作り上げていったっていうことはあります。はい、そうですね。で、まあ、めでたく、まあ、製造業をその当時は許可だったんですけど取って、それからまた一歩一歩進めていかれましたよね。で、オリジナルみたいなところまで、はい、はい、あれは素晴らしいなと思ったんですよ。オリジナルまでいけるっていうのが。で、そこでそのオリジナルでコープライトっていうのが、まあ、とても素晴らしいなと思ったんですけれども、まあ、コープライトは先生方とのつながりがすごく大事でしたよね。そうですね、はい。で、先生方とのつながりを持ちながら一生懸命こう形に持っていって、そして応用展開をして、今までになかったものを解決してたんですけど、私一回聞いてみたいと思ったんですけど、荒殿さんどうやってああいうことを思い浮かべるんだろうと思ってるんですよ。なんか毎回お邪魔するたびにこれって新しいの持ってこられますよね。あれがね、訪問する楽しみだったんですけど。そうですね、まあまあ、やっぱりこう使う人の、まあ、目線っていうところっていうのは、まあ、常にこう意見を聞きながらですね、やっぱりその使う人の、まあ、観点というところをうまくこう吸い取って吸い上げて、まあ、なんかこう提案していくっていうようなことを、まあ、ずっと続けていってるような感じですね。そうですね。その提案力がまたすごく素敵だなと思うんですね。で、それをまた周りに広めていってるところも私も素晴らしいなと思ってて、このメディカルタウン構想だとか、その周りの人たちを巻き込んでらっしゃるっていうのが素晴らしいなと思っています。これからもそういうご活動に期待しております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい。で、次ですね、富岡さんにお願いをしたいと思います。で、じゃあ富岡さんとはですね、多分なんかの、PMDA の相談とかでお会いしたことが何度かあって、学会やらでもお会いしてっていうふうにあるんですけど、実は結構接点があるんですよね。で、まあ、そんなこんなちょっと懐かしいお話もあるんですけども、新しいことをやっていくっていう意味で富岡さんのトークっていつも面白いなと思ってました。ですので第1回目の時にはこれは絶対記事をと思ってお示ししたんですけど、 ある時に延岡ご出身っていうのを知って、そうだったのっていうのがあったんですよね。で、まあ、そんなこんなもあってですね、ぜひこの番組に出ていただきたいということでお願いをしておりました、ね。お忙しいところどうもありがとうございます。それでですね、コンピューター外科学会でご発表いただいたのを聞いてと思ったんですけども、医療機器開発拠点としてすごく頑張ってらっしゃいますよね。で、動きってこの皆さんとつながっていったらいいなと思ってるので、ちょっと拠点についてお話しいただけますか。はい、わかりました。はい、ちょっと画面を共有しますので、一旦吉川さん画面を。そうですね、ありがとうございます。じゃあちょっと簡単にですけども、ちょっと駆け足になりますけども、私が今所属している国立がん研究センター東病院という組織についてちょっとだけ紹介させていただきます。比較的
医療機器の開発というところと、あとは中小企業との連携、まあ、今は千葉県 の地元の中小企業に限られていますけれども、比較的連携が強いところなので、ちょっとそういったところご参考になればと思いまして、紹介させていただきます。私 の略歴です。私は、生まれて3年後に宮崎県延岡市に移住して、高校卒業までの15年間を延岡で過ごしました。赤と白の旭化成の煙突を毎日見ながら高校に通っていました。その後、工学系の大学に進みまして、で、まあ、あまりここ、普通工学系のキャリアから入らない PMDA というところに入職して、10年3ヶ月ですね、PMDA で医療機器の審査をずっとやってました。その間、一度延岡にお邪魔してですね、東九州のメディカルバレー構想の、講演もさせていただいた、のが、まあ、本当に懐かしいなと。あの頃は、まあ、気軽に出張とかで延岡に来てたんですけど、今はもうちょっと行けなくなっちゃいました。帰省もですね、あまり、実は延岡にまだ時間あるんですけども、1年間帰省できてなくて、ちょっと寂しい限りです。で、それで今ですね、NCCHE って書いてますけど、国立がん研究センター東病院に今入職して、なぜここに入職したかというと、医療機器の開発が盛んだからという、そういう単純な理由です。でここでは医療機器の開発をお手伝いして、まあ、引いては日本のですね、医療機器開発を活性化させていきたいというふうに思って、PMD を飛び出してですね、こちらに今お邪魔して、お世話になっているというところです。で、東病院というところ、医療機器開発センターという医療機器開発に特化したセンターを用意しておりまして、まあ、ここでもともとがんセンター東病院というところが、まあ、診療においてはがんにの、専門病院ですし、まあ、こういったいろんな病院としての機能を持っている中で、そこに支えられながら医療機器の開発もできるという状況があります。医療機器開発センターの中にはですね、企業の入居スペースというのがあって、そこでに、まあ、今日もどっかの某企業の方とすれ違いましたけど、まあ、そういった環境で、今医療機器の開発をしていると。これが企業にとっても医療者がすぐ近くにいる環境で開発ができる。一方で、病院に所属するスタッフ、私も含めてですけども、スタッフにとっても、まあ、企業の方が身近にいる中でいろいろ相談事があったときにすぐに相談できるという環境が素晴らしいところだというふうに思っています。で、その、まあ東病院が今、このエーメドの次世代医療機器連携拠点整備等事業という事業に、国内14拠点の一角として採択されています。で、皆さん身近、これ聞いてらっしゃる皆さん身近なところとしては、大分大学もですね、同じような拠点の一角として、採択されておりまして、まあ、ぜひこれを機にですね、この吉川さんとのつながり、太郎さんとのつながりの中で、せっかく私とつながりがある中なので、まあ、大分大学との連携ということで、つながって東九州に、まあ、貢献できればというふうには思っているところです。で、まあ、医療機器開発センター、こういった布陣で今、運営しておりまして、私も含めて、まあ、医者だけじゃなくてですね、医者以外の知財の専門家であったり、医療機器の開発コーディネーターであったり、そういったエンジニアも含めてですね、まあ、様々な職種、バックグラウンドの人間が、サミットになってやっているというようなところです。ちょっとこの辺は飛ばします。まあ、いろんなことやってますよっていう話ですね。で、企業からの相談、これも中小企業が中心ですけども、そういったところも、受け皿を持ってて、まあ、年間これぐらいの数、新しい新規の相談でこれぐらいの数来ているという状況です。共同研究している企業も含めてですけども、我々も PM デートの相談というのは実績としてはこれぐらいやっていると。で、今具体的に連携している拠点事業の中で連携している先としてはこういったところはありますけれども、まあ、見ての通り西日本九州地区が全く連携できてないので、まあ、可能であればこういったところでこの拠点事業の中でも大分大学と連携して皆様とも交流できればというふうに考えているところです。で、我々単独で何かできるというわけじゃなくて、やっぱ外部機関と連携というのが必要で、中小企業なんかから、まあ、中小企業さん を紹介していただいたり、あとは、まあ、千葉県産業振興センター県の組織なんかとも連携していろんなマッチングのイベントをやったりしているという状況です。で、まあ、ちょっとこれこのお昼のラジオのために作ったスライドですけども、まあ、中小企業の皆さん先ほどの方もおっしゃってましたけど、やっぱり病院
とか医師との連携、やっぱり現場ニーズが一番あの医療機関開発においては肝なので、そことの連携というのが一番重要だと思っています。でまた地元自治体との連携、これはまあお金、金づるとしては一番やっぱりそことの連携することでお金が引き出せますので、やはりそういったところも重要だと思っています。まあ、あとは地元自治体においてもですね、やっぱり病院とか医師、まあ、この東病院って思うのは、やっぱり千葉県とうまく連携して、まあ、千葉県も病院との連携というのは欲しいですし、我々としてもそこと連携することで新しい中小企業との連携が生まれてくるということもありますので、この3社の連携というのは一番重要だろうというふうに思っています。我々としては、まあ、やはり熱意ある医者がいるということが、ここの病院の強みで、まあ、そこから生まれてくる医療機器というのは、まあ、かなりありますので、まあ、どうしても、医療機関って医者、熱や医者がいないと生まれてこないというふうに考えてますので、そことどうつながるかということに尽きるのかなというふうに思っています。ちょっと私からの話は以上になります。はい、ありがとうございます。このラジオを聞いて、ラジオじゃないんですけどね、まあ、絵もついてるし、で、聞いてらっしゃる方の中でね、私が思ってることがあって、新しいものを作る人もいるし、それが得意な人もいるし、生産が得意、サプライが得意な会社さんもいらっしゃるんですよ。で、そういうのが揃ってる場所っていうのすごいなと思ってて、なんかこう、友岡さんのこうご活動とどっかでつながったら、全国、それからそこから先世界へ、うまいことつながっていくんじゃないかなっていうふうにずっと思ってるんですね。ですので、この、番組企画が始まった時に、これは富岡さんにちょっと出てきてほしいなと思ってたので、まあ、本当に実現して嬉しかったと思います。はい。はい、でも、そうですよね。なかなか規制も難しいですよね。そうですね。はい。そうですね。できたらみんなでワイワイ言いながら、いろいろ、こう、ニーズを評価したり、それからその向こう側へ導いてったりっていったことができたらいいなと思っております。で、そのスライドにある少し変わっている意思っていうのがポイントですね。そうですね。結構大事ですよ。変わり者じゃないと、ちょっとなかなかこういうことをやろうとしない。まあ、通常の診療で皆さんやっぱり忙しいので、まあ、変わっている人じゃないとそこにさらに踏み込んで何かやろうなんてことは考えないですから、まあ、ここにいて思うのはやっぱり、まあ、変な医者さんがやっぱり、まあ、ここ時代を変えていくというか世界を変えていくんだと思いますね。ちょっとカラーのある人が多いですよね。なんか面白い案件のほとんどはそういう方が裏にいらっしゃるというのがあるので、まあ、そういった先生方とのやり取りをしながら前に行く。だけどやっぱりマネタイズって言ったことは必要だし、継続して届けていくっていうためのもう体制構築も大事ですよね。まあ、そういうこともね、地元の皆さんと一緒になりながらやっていきたいなと思っています。お忙しいところご登壇いただきましてありがとうございました。きっと地元の皆さんもですね、わーって嬉しかったと思うんですよ。やったーっていう感じで、まあ、そういうところが、まあ、この番組のいいところではないかなと思っております。で、まあ、スペシャルトークは、まあ、ここまでで、終了させていただきます。内容のあるものを皆さんご協力いただきましてありがとうございました。で、まあ、今日のポイントなんですけども、新しい時代のつながりを考えてほしいと思います。そしてですね、支援の仕組みを知っておく。まあ、そういうことはやっぱ計画を立てていくにはとても大事なことなんですね。で、そして続けていくっていうことは大事です。医療っていうのは、ね、一発勝負じゃダメなんですよ。やっぱり続けていくことで、それが信頼を生みます。だから続けていくっていうことが大事ですね。で、第6回まで皆さん聞いていただきましてありがとうございました。で、最初の方でもお話ししましたけれども、ピックアップスライド集を作っておりますので、会員の皆様にメールで配布いたしますので、どうぞご活用ください。皆さん向きの内容として仕上げているっていうのがちょっとポイントかなと思っております。はい、次お願いいたします。はい。まあ、皆さんがね、生き生きとした魅力的な地域であることを心から願っております。まあ、医療機器の生き生きだなと思ってるんですね。で、なかなかリアルで会える日が来ないんですけれども、まあ、その日を楽しみにして、やっていきたいと思います。で、それまではね、ネットという道具だとか、みんなの頑張りだとか、知恵だとか、
まあ、そういったことで切り開いていきたいなと思っております。皆様本当にご視聴いただきましてありがとうございました。皆さんから の反応が私にとってエネルギーにもなっておりましたので、それをまたどこかで完了していきたい。まあ、リアルなところが嬉しいですけども、まずはスライド集で皆さんにお返ししていきたいと思います。どうもありがとうございました。では、準局さんに、マイクを戻します。はい、吉川先生どうもありがとうございました。あっという間に全6回、過ぎてしまいましたけれども、まあ、お昼休みの限られた時間にですね、こうして、まあ、専門的な情報でありながら すごく分かりやすく短時間で凝縮した情報をお届けいただけたのかなと思っております。で、私たちもこの企画を始めるにあたって、まあオンラインで何かできないかということだったんですけれども、これまでリアルで頻繁に会うっていうことがなかなかやっぱりリアルであってもできにくかった。で、しかも短時間でなんかこう少しずつ学びを進めるっていう意味では、まあ、このお時間を頂戴して皆さんとお話と触れ合えたことはですね、私たちにとっても財産になったのかなと思っております。で、まあ、継続して続けていくっていうメッセージもありました通りですね、まあ、医療機器開発は継続して地道に少しずつ進んでいくものだと思っておりますので、まあ、視聴者の皆様方とはですね、今後とも、まあ、アーカイブもございますし、吉川先生とのつながりももちろんございますので、引き続きご支援ご協力いただければなと思っております。で、またですね、本日スペシャルゲストとして安井株式会社の荒殿様、それから眼研東病院の富岡様にご出演いただきまして本当にありがとうございました。非常に充実した会になったと思います。で、一応お時間となってしまいましたので、本日の会は以上で終了とさせていただきます。吉川さん、吉川先生、もしコメントありましたら一言。はい、そうですね、はい、アーカイブがあるとか、なんかこれネットの学びだからこそできる面白い仕掛けですよね。学び直しができる、まあ、そういったことをどんどん生かしてほしいと思ってますし、コンテンツ作るときに、地元の方向けっていうことを大いに意識してますので、それもうまく利用して皆さんどんどん学んでいただいて、そして、皆さん同士の交流もネットで、やってみてください。で、分かっていただけると思うんですが、今後いろんな展示会がやっぱりオンラインになっちゃうんですよ。で、学会だとオンラインだったんですよね。富岡さんもオンラインで、登場されててですね、実は裏側でなんかみんなでチャットしてたりいろいろやってたんですけど、まあ、そういう時代です。ですから皆さんも新しい時代の中で泳いでいくっていったことを、ここをきっかけに進めていただければなと思っております。それでは主催の、延岡市高校生とか深澤様すみません、急に振ってしまって、はい、いえいえ、はい、すみません、延岡市役所メディカルタウン推進室の深澤と申します。視聴者の皆さん、第6回にあたってですね、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。本質としてはですね、メディカルタウンの振興というのを掲げてまして、これについては宮崎県庁の方もですね、食品メディカル産業推進室というところがですね、医療機器産業の振興というものを図っておりますので、まあ、このセミナーを機会にですね、宮崎県北の企業さんであれば延岡市役所に、またそれ以外の自治体のですね、企業さんにおかれましても、まあ、富岡様の話にもありましたように、まあ、行政がですね、まあ、資金面でありますとか、吉川先生も含めた各種専門家の方で、方の、まあ、アドバイスというところで、手厚く保障の方をですね、保障とあとは支援の方も実施していきたいと、その部分につきましては、宮崎県さんとですね、一緒になって進んでいきたいというふうに思っておりますので、今後ともですね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、以上です。ありがとうございます。締めていただきましてありがとうございました。それでは、本日の会は終了とさせていただきます。皆様どうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。